とどめの一発は、痛快なミドルシュートだった。U から17日本女子代表は現地5月10日、インドネシアで開催されている U17 女子アジアカップのグループステージ、GS 第2節でオーストラリアと対戦し、4-1で快勝した。開始3分で先制点を決めた佐藤桃沙ロワンウエキは、10分に追加点をゲット。2点リードで迎えた後半。 65分にさなぎみはるが2戦連発となるゴールで3対0とした日本だが、攻撃の手を緩めず、80分にダメ押し点を奪う。敵陣の中央でパスを受けた平川春菜は、迷わず右足を一戦ゴールまで約25メートル、放たれたボールは一直線に飛び、ネットを揺さぶった。三菱重工、浦和レッズレディースのユースに所属する15歳のスーパーショット。 SNS 上では以下のような声が上がった。